宮本武蔵は1954年9月26日公開の日本映画である東方製作配給監督は稲垣博士主演は三船敏郎イーストマンカラースタンダード94分何度も映像化されている吉川英治の長編小説宮本武蔵の戦後最初の映画化作品で俗宮本武蔵一乗寺の決と 宮本武蔵完結編血統元流党へと続く三部作の第一作である。また、東方初のイーストマンカラー作品でもある。配集は1億6341万円で、1954年度の邦画配集ランキング第7位となった。第28回アカデミー賞名誉賞を受賞。慶長5年、三正国宮本村で、ワルグラと呼ばれる乱暴者の武蔵は、 幼馴染の又八と共に村を抜け出し、増兵として、関ヶ原の戦いに参加した。侍としての出世を夢見る二人だったが、味方は惨敗。武蔵は負傷した又八を連れて、信氏の未亡人であるおこうと娘の明美が住む屋敷に転がり込む。野党の襲撃を一人で防いだ武蔵に惚れ、結婚を迫るおこう。だが、武蔵に相手にされないことに腹を立てたおこうは、 また八と娘を連れてケの戸へと旅立つ。取り残された武蔵は、また八の母であるお杉に、また八の生存だけでも伝えようと故郷を目指す。だが、途中の関所で暴れたために、関所破りとして追われる身となる。創作の目をかいくぐり、お杉の屋敷にたどり着く武蔵だが、お杉は一人息子を戦場に連れ出した武蔵を憎み、役人に通報する。 宮本村に陣を張った役人は、武蔵を捕らえるため、村人を総動員して、山狩りを命じる。寺の拓和王将は、武蔵を説得するために、又八の言い名付けである、お通りを連れて、山に入る。お通りは、又八の母のお杉から、又八が帰らなくても、嫁として、家に入れと言い渡されていた。孤児であるお通は、この村にいる限り、形ばかりの嫁として生きなければならない。 そんな身の上を嘆きつつ、笛を吹く、お通り。その笛の音に誘われて、現れる武蔵。拓安和尚に悟され、その人徳に感銘を受けた武蔵は、おとなしくらわれて、村に戻る。だが拓安和尚は、村の大木に、武蔵を吊るし、何日も放置し続ける。わめきたてる武蔵。ひどすぎると和尚に抗議するお通。実は、和尚は、 武蔵の首を引き渡せという役人を追い返していたのだが、事情を知らないお通りは武蔵を助け、二人で村を出奔してしまう。お通りの裏切りに激怒するお杉。村の名家の誇りにかけて、おつうと武蔵を切って捨てると宣言したお杉は、老頭を引き連れ、旅に出る。一方、武蔵とお通の行き末を案じた拓安王将は、武蔵を無人として鍛え上げる計画を立て、 秘作を巡らす。以下は、ノンクレジット稲垣監督、三船主演による、宮本武蔵三部作の、第一作である本作は、若く未熟な武蔵が侍になることを夢見て、関ヶ原の戦いに参加するエピソードから、拓安王将の導きで、武芸者として開眼し、武者修行の旅に出るまでを描いている。宿敵、佐々木小次郎はまだ登場していない。本作は、侍の名で、 海外公開された。稲垣博監督によると、世界中の映画人が夢にまで見た、アメリカのオスカー外国映画賞を、侍がもらったのは、全く思いもよらぬことだったと言い,い、日本の映画賞をもらったことのない私の作品が、アメリカの賞をもらうとは全くわからぬことであると、この時の驚きを後に語っている。なお、稲垣博は、 本作より、以前の1940年から1942年にかけても、片岡千恵蔵を主演に、宮本武蔵シリーズを制作している。ありがとうございます。